塚田一郎君自由、えー、民主党の塚田一郎です、えー、早速ですね、えー、先日のお北朝鮮のミサイル発射に伴う政府の大変な迷走についてご質問したいと思うんですが今日はあの長浜官房副長官にお越しをいただいております、えー、なぜですね、えー、アメリカの早期警戒情報 SEW が7時40分ごろ入電をしたにもかかわらず 四十分以上の時間をですね、政府の正式な発表に要したのかということ、これについてまずご説明願いたいと思います。長浜内閣官房副長官、え先生ご指摘のように、四月十三日の金曜日の四時四十分頃に北朝鮮から何らかの飛翔体が発射をしたという早期警戒情報 SEW の受信が確認をされたところでございます。まあその後情報収集を行いまして。 まあ、あ当該の当該小体が洋上に落下した模様だということで、我が国に対する影響はないとお考えたところでございます。え時間がかかったということころでございますが、まあ、8時30分の時点では、発射に関しては確認中であるけれども、我が国領域への影響はないものと考える旨の情報を、エムネットを使って伝達をしたところでえございます。 まあその後安全保障会議等々を開きながら随時官房長官記者会見等々で情報を発表していったところでございます塚田一郎君いやもうそれ自体がもう非常に遅いわけでありましてなんでそんなに時間がかかったのかということを今日は少し詳しくお伺いしたいと思ってるんですが一番の問題はですね資料につけさせていただきました 資料3の1でありますけれども、まあ、これは約8時03分に政府からです、ね、発信をされたというエムネットの文章であります、北朝鮮が人工衛星と称するミサイルを発射したとの一部報道があるが、我が国としては発射を確認していませんと、これが非常に大きなです、ね、混乱を自治体に対しても。 国民に対しても生じさせたわけですよもうテレビではどん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 んですねミサイルを発射したという報道が流されているわけです、韓国のテレビ、そしてまた日本のメディアもそれを追ってですね報道しているにもかかわらず、政府の唯一の一番初めに発表されたこの8時03分の内容が発射を確認をしていないと、これは非常に混乱を招いたと思うんですが、なぜこのような文章をこの時点で発信されたんですか。 長山副長副官先生おっしゃられるとおり当初の確認が SEW によって確認をしたところでございますこの8時3分の時点での対応においては我が国に飛来する飛翔体の発射は確認されていないとの趣旨でエムネットに先生がおっしゃられるとおり情報発信を行いました まあ、その時点においてはですね、何らかの飛翔体の発射があったということは確認をしましたけれどもそれが我が国に向けて飛来していないことは把握をしていきましたけれども7時40分に発射された飛翔体があいわゆるあの画像で見ていた大きなあのミサイルであるのかあるいは数発撃たれるような形での短距離ミサイルであるこの可能性というのはその時点においては把握ができなかったわけでございます。 今後さらに当該ミサイルが発射される可能性が排除できないことから、まあ、危険が去ったとのメッセージとむしろ受け取られないよう北朝鮮が人工衛星と称するミサイルを発射したと,とおっしゃられるとおりの一部報道はあるが我が国としては発射を確認していないという形での文案を発表したところでございます塚田一郎君えこの文章はですね、 どなたが作成をして官房長官総理等の確認を取って発信をされたものですか長山副長官この第一回目の文書は危機管理センターの長であるところの危機管理官によって発信をされた文書でございます、えー、と総理と官房長官と話し合いながら文書ができたというものではないと承知をしております塚田一郎君 そうすると、えっ、ー、と、これは米村さんとお読みするんでしょうか。えっ、ー、と、内閣危機管理官が。文書を作って。官房長官や総理の決裁をなしに。発信をしたということでよろしいんですね。長村副長官。え、その通りでございます。塚田一郎君。まあ、まず、これ自体がですね、私は非常に驚いてしまうわけですが。官房長官がですね。これだけ重大な内容を確認せずに。 危機管理官の独断の判断でですねしかもこのような問題のある内容の伝聞を発信したということは私は有識問題だと思います確認をされていなかったとしても情報が入っているわけですから発射を確認していませんなんて文言になるはずないんですよ普通だったらこういう情報があるけれども今確認中であるというような少なくともそういう表現にするべきですよそうでなければ混乱をきたすに決まってるじゃないですか いろんな情報を発射しているというけど、政府はあたかも発射がなかったかのような内容がこの文章なわけですよ、なぜこんなような文章になったのかということについて、私は政府は全然説明できてないと思うし、さらにそれが官房長官も確認をしていなかったということは大問題だと思いますが、副長官どうお考えですか長浜副長官、えー、今申し上げましたとおり、この第一報の時点の中においては、 官房長官も記者会見で述べているとおりでありますが、SEW においての確認は取れておりますが、我が国情報としての確認が取れていない、まあ、いわゆるダブルチェックという言葉を使っておりますが、そういう状況の中での正確な、まあ、ある意味で正確な状況を報告をし、そして先生の場内配布をいただきました資料によります、この8時30分の2本においては、確認中であるが、 我が国の領域への影響はないものと考えられるというような形になっているわけでございます。また、あの先生がおっしゃられた、まあ、問題である問題でない等々含めての検証につきましては本日、北朝鮮ミサイル発射事案に関する危機管理の対応の検証というチームを立ち上げて えー、先生のおご質問の趣旨にあるような部分の中においての検証作業を開始することとしております塚田一郎君。の後の文章はですね、正確な情報が入ってくれば、そう変わっていくのは当たり前の話で、最初の情報が大事なんですよ。 この早い時点でどういう情報を国民に流すか、そこの精度が一番重要なところでありますから、その点についてですね、きちっとした検証をしていただかなきゃいけないということであります、で官房長官が記者会見などでもおっしゃっていることでありますけど、実は防衛大臣から官房長官にですね、8時03分ごろに電話連絡があり、SEW 情報だけでなく、レーダー情報なども総合して日本への飛来を示す。 レーダーもその後なく、我が国に安全を侵す、脅かす事態を生じていないということを、この同じ時点でですね伝えてらっしゃるわけじゃないですかで、にもかかわらず、このような伝聞が発信をされたということは、私は政府内の情報連携が全くなっていないというふうに思うんですが、副長官いかかがですか長間副長官。 あの先生のおっしゃることに関してでありますが、SEW 情報そのものにおいてもです、ね、早期警戒情報でも、通常は発射場所、発射方向、発射段数、発射推定時間、落下予想地域等が含まれるわけでありますが、この7時40分に得た SEW 情報では、発射段数、落下予想地域等が不明であった。 こういう状況の中においては、7時40分の時点の中における、それぞれ韓国等の報道等があったことは承知をしておりますが、こういった形の判断をしたものというふうに存じているところでございます。塚田一郎君。それでは政府がダブルチェックとして、確認ができたのはどのような方法をもって、どの時点で確認ができたんですか。長山副長副官。はい。 これはその後、えー、安保会議等を開く過程の中において、えー、各国からの情報、あるいは現在報じられているとおり、地球の、まあ、日本から湧水平線の下の段階の中では把握できない、把握できているところのレーダー情報等々を集めた段階の中において、確認ができたわけであります。特に11時の時点での、まあ、画像といいますかあ、委員の皆様方が見ておられた あの本体がすでになくなっている状況の中において、11時5分に開かれた安全保障会議を開催した時点の中において、この、まあ、正式に確認をするというか、発射をされたということを確認をしたわけでございます委員長塚田一郎君。そうすると 日本独自のレーダーなど、あるいは日本のイージス艦などによる確認は最後まで取れなかったということでよろしいんですか。山副長山、えっと、今の質問に関しましては、落下をした地点が今申し上げたような形での日本のレーダー情報の中で、えー、把握ができなかったという状況の中においては、委員のおっしゃるとおりだというふうに思います。塚田一郎君それではあの防衛政務 にお尋ねをしますけど防衛省が米国のイージス艦の追尾情報を確認したのはいつですか。下条防衛大臣政務官え先生、今あのお話の流れの中で,です、ね、えー、正確なちょっと時間とはちょっと防衛問題、また同盟の関係でお話できませんが、えー、最初、秘書してです、ね、それが例えば、まあ、あのこれ、プロの話になるんですが、 ダミーでいろいろミサイル発射することも可能性の中に含まれていると、いくつかの情報の中で,です、ね、最終的に今、官房副長官がありましたけれども、正式な情報はやはり、えー、イージス艦の米国が黄海にありますので、その段階で確認し、そんな情報の中で私どもが判断させていくまで時間を要したということであります塚田一郎君。いや報道等ではです、ね、10分後ぐらいに米国のイージス艦の追尾情報が入っているんだと。 それで発射が失敗したということは確認できているはずだということになると、いずれにしても8時ぐらいの時点においてはですね、えー、ダブルチェック、まあ、日本のレーダーには補足できなかったかもしれないけれども、アメリカの早期警戒衛星の情報、さらにはそのアメリカ同盟国であるアメリカのイージス艦の追尾の状況等によって、ですねどういう状況であったかということは判断できたはずなわけですよ。 にもかかわらず延々と時間が経っていって、最後、しょうがないから、まあ、どこかで見切り発車のような形で、ですね防衛大臣がそれまた官房長官がやるはずの記者会見をやってしまったというのが、今のお話の私は状況の顛末じゃないかと思うんですが、こういうこと自体が非常に我が国の危機管理の脆弱さを示していることになるわけですよ、政府にとっては非常に大きな問題を起こしていると思いますが、副長官、ご認識はいかがですか。 長浜副長官今、私がご説明をしたような状況の中において、えー、先生が問題意識を感じておられる部分に関しましては、先ほど申し上げました検証委員会の中で検証し、公表してまいるところでございます塚田一郎君。まあもう少しあの別の角度でお伺いしますが、今回の,あの時系列を見て、いろいろ情報整理をしていくと、アメリカの早期警戒衛星が確認をして、 その後に韓国のいわゆるイージス艦がこれを探知をしているわけですしたがって韓国は早い時期に報道等もなされているとでアメリカも同じように報道もあったわけでありますけれども自国のおそらくイージス艦で捕捉をして追尾をしているというところまでは早い段階で分かっているわけですねところが我が国のレーダーは残念ながらこれ捕捉ができなかったために時間がたっていったとであるならば まあ、同盟国の米国の情報をもさることながら、韓国の国防軍との情報連携ということが必要ではなかったかということが問題提起されるわけですが、この点について、防衛政務官いかかがですか下条防衛大臣政務官、えー、各外国との,その防衛情報の交換については、ちょっとここでは申し上げられないと思いますが、いずれにしてもあの私どものイージス艦は、私どもの国を守るために、 私も領海で配置していたと。で、それ以外の分については、まあ韓国にとっては真横を通過するのはレーダーでキャッチでき、またイージス艦を米国はその真横のリーでキャッチできたと。その中の総合的な判断の中で、えー、今回の時系列になったというふうに私ども認識しております。塚田一郎君。はい。あの、まあのまこのお話はまた明日以降ですね、外交防衛委員会あるいは予算委員会等でも議論がされると思いますが、きちっとやはりですね、私は対処をしていただく。 検証をまずして、ですねこういうことの起こらないように、なんとしてもしていただかなければならないと思いますが、一番大事なことは、ですね日本がやはり精神衛星を持っていないと、独自のですね早期警戒の仕組みを持っていないということなんです、まあ、これはあの質問通告はしていませんので、ご意見で結構ですが、外務大臣、例えばですよ、安全保障上を考えたときに、日本はやはりこういう独自のですね、 政治衛生なりをもって、きちっとした形で情報を把握できるようにするべきだと思いませんか。政府を代表して、お考えをお聞かせください。現場外務大臣。あの、今の塚田委員のですね、ご指摘につきましては。私はやはり、情報収集、のためのですね。衛生というのは大切だというふうに思ってます。かつて私野党だったときに。 あのいわゆる内閣府の持つ情報収集衛星を進めるべきだという立場に立っていたわけでありますけれども、まあ、今回の御指摘は早期警戒衛星を持つべきだと、こういう御指摘だというふうに思います。あの私はあ 今後検討していくべきだと思いますけれども、これまた私が代表してですね、申し上げる立場にないものだから、その政府全体としてやはり検討していかなければならない課題だろうというふうに思っています。塚田一郎君、はい、まあそれは問題提起をさせていただきます。えー、時間も経ってまいりましたので、次にですね、国連アンポリの対応でありますが、まあ先ほども山谷議員との。 議論がございまました、まあそう遠くない時間にですね、えー、まあおそらく議長声明になるという可能性が高いと思いますけれども、まあそもそもでは日本国としてですね何を今回目指すべきだったのか、えー、目指してきたのかということをやっぱり外務大臣からしっかりと今の段階でお話しできる範囲でご説明をいただきたいと思うんですが、えー、まずですね端的に伺いますが、決議、まあ私は制裁決議が一番いいと思いますが、少なくとも非難決議。 を目指していって、結果として議長声明になるというのと、最初から議長声明でいいというのでは全然違うわけでありますが、その点について、どのように考えられてきたんですか現場外務大臣。あの今、この時点、まだ安保理で,です、ねえー、対応、決まっておりませんので、えー、私の方からです、ね、申し上げることは差し控えたいと思いますが、やはり私はあもう一貫しておりまして、 やはり確固たるメッセージを出さなければならないということであります、で具体的な形式も内容も、この間、各国の外相に話をし、働きかけをしてきました、できうる最大限の外交努力を払ってきたというふうに申し上げても過言ではないというふうに思ってます。あの まだ予断を持って申し上げることはできませんので、えー、これ以上申し上げませんけれども、ただあの、先ほど山谷さんの質問の中に、えー、2009年決議だったとこういう話ありますが、2009年はあ議長声明でございます。核実験が行われて初めて決議になってますので、あの大事なことはですね、あの形式も確かに大事です。大事です。あとは内容ですね。どんな内容の それぞれの形式の下でどんな内容のものになるのかということが大事でありまして、タイミングもそうですね、良い内容のものができるだけ早くできるのがいいに決まっているわけでありまして、私はこのことについて、できる最大限のことを行ってきて、えー、良い方向に向かっているというふうに思ってます。塚田一郎君 まあ外務大臣が良い方向に向かっているというのは納得いく内容になるだろうということを多分、ニュアンスとしておっしゃっているんだと思いますけれども、それは多分今聞いても個別のことはお答えできないということになるんだと思いますが、外務大臣、最近、強い非難だけでなく、さらなる挑発行為をいかに予期するかという観点で対応されるべきとコメントされていますよね、これがその内容ということのニュアンスだと思うんですね、そういう発言されているわけですから。 まあこのあたり、少し具体的にお話しいただけませんか。現場外務大臣あの、まあ、それ以上、なかなかです、ね、あの決まるまで、えー、申し上げにくいんですけれども、やはり大事なことはです、ね、えーまあ、まずはやはりさらなる挑発行為、特に核実験、えー、06年も09年もです、ね、06年は確かに決議なんですよ。でその後結果として また核実験を行っているわけです、06年は議長声明なんですね、まあ、内容についての評価、それぞれあるかと思います,、あのー、思いますが、またその後核実験をして起こし核実験をして決議になっているんですねで、その後ちなみにミサイル撃った後は、なんとあれですよ06年のときは確かあの議長によるプレス向け発言で終わっちゃってるんですね。 だからその私は、あまあ、どういう意味を込めて申し上げたかといえば、やはりさらなる挑発行為に対して、やはり確固たる姿勢で臨まないといけないと、そういう意味を込めて申し上げたということでございます塚田一郎君。まあ、あのご発言いただけないのは、致し方ないかもしれませんが、さらなる挑発行為というのは、次の核実験ということを。 どのようにです、ね、抑え込んでいくかということだと思いますが、そういう認識でいいですか現場外務大臣、さらなる挑発行為の中には、えー、おっしゃるように核実験というのは入っております塚田一郎君。わかりました、まあ、あのとにかくです、ねまあ、今、進んでいる過程でありますけれども、最大限のです、ね、日本としての発言力、特に中国がキーでありますので、そこに対してしっかりとグリップをしていただきたいと思います。 次にあの朝鮮学校の無償化について、まあ、先ほども議論がありましたが、松原大臣は答弁書を読む感じでございまして、はっきりいたしませんので、もう少し突っ込ませていただきますけれども、そもそも文部科学政務官、お越しいただいてますが、今、無償化手続き、朝鮮学校に対してどのようになっているか、簡潔で結構です、お答えください。学学大臣政務官お答えを申しし上げまます朝鮮学校につきましては 規定にに基づき厳選に審査を行っているところであります現時点では具体的な審査終了の時期について述べられる段階にはないという状況であります塚田一郎君まだこのミサイル発射に至っても審査中と、まあ、驚くばかりであります、まあ、そもそもわれわれは、えー、この朝鮮学校に対する無償化適用は認められないということを強く申し上げているわけでありますけれども それでは具体的にお伺いしますが2010年11月のヨンビョンドン砲撃事件後です、ね、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり不測の事態に備え万全の態勢を整えていく必要があるとして手続きは政府により停止をされましたそれではお尋ねをしますけれどもこの今まさにミサイルが飛んできたと。 まあ日本に上空を飛んだかどうかは別として、ですねこういう新たなミサイル発射という状況は、まさにここで書かれている北東アジアの地域の安全と平和を損なうような事態じゃないですか、その状況の中で、今どうなっているかということをお尋ねをしたいわけでありますけれども、まず外務大臣にお尋ねをしますが、今のこの状況ですよ、まさに平和と安全を損なう事態だと思われませんか。現場外務大臣 まあ、今回の事態でもわかるように、北朝鮮というのは、もう、その行動を確定的に予測することができないと。こういうことだと思います。塚田一郎君。同じ質問、松原大臣お願いいたします。松原国務大臣。委員長。あの、すでに、私はですね、私の趣旨は先ほど申し上げたように。 まあ、落被害者ご家族の心情等を察するときに、ですねそもそも論として、えこういったあ無償化という問題は慎重にするべきだということを申し上げました、で今回のこういったことを受け、えー、私はさらにその思いを強くしているということであります塚田一郎君、その思いというのは、無償化適用すべきでないということですね松原国務大臣。そういうことであります。 塚田一郎君あのはっきりお答えいただきまして、ありがとうございますあの、松原大臣に、大臣就任後にですね、救う会新潟の高橋会長のご面会で御同席をしたときに、お話をしたんですが、政府全体の動きが大事なんですよ、松原大臣だけが頑張ってもだめなんです、政府全体として野田政権がこの問題にどう臨んでいくかということを示さないと、 問題のの解決の前進にはならならいんですしたがって、この高校無償化を文部科学省が今、検討してますなんていうことではだめだということを、我々はずっと申し上げているわけで、政府として一貫した態度を対北朝鮮で取っていくということが、拉致問題、そして核・ミサイルという懸案事項の解決にとって不可欠なんであります、その認識を改めてお伝えをしたいわけでありますが、 もう一度、現場外務大臣にお答えをお願いしたいんですが、そういうことも踏まえて、今、松原大臣はおっしゃっていただいたわけですが、外務大臣としてということよりもお考えを聞きたいんですけれども、無償化というのはもうやめるべきだと思いませんか、現場外務大臣。あのまあ、これはですねあの、あくまで教育上の観点から政府としては客観的に判断するという立場を取っているというふうに理解をしています。 加田一郎君まあこれがです、ね、政権内で方向性が一致していないことの表れであります、国税、まあ、いわゆる国の税金を持ってなされる無償化にです、ね、教育上の問題、あるでしょう、あるでしょう、しかし北朝鮮はこのような行為を続けている、しかも先ほど大臣おっしゃったとおり、不確定な要素がたくさんある、次何をするか分からない。少なくとも 四ドンに対する砲撃で停止をしたものをですよ、我が国にとっての安全保障上の脅威がさらに高まっている段階で、停止をしないなんてことは私はありえないと思いますが、政務官、文部科学政務官、お考えあったらお聞かせください紀伊文部科学大臣政務官。お答え申し上げます、少なくとも現時点で、総理から今回の審査を止めようと。 いう指示についいいてて今のところままだ受けていない状況でありますあのそうした状況を考えますと、基本的には厳正な審査を徹底的にやらせていただくというところを続けるということになろうかというふうに思いま文部科学省はです、ね、菅総理が最後にどさくさ紛れに指示をした、もう一度審査をしろという指示をしたがって、今でもやっていかなければならないという認識に立っているようですが、まあ、官房長官いらっしゃいませんが、 官官房副長官お見えででございますので、まあ、政府としてですね今申し上げてきたような議論を考えて、もうここは少なくともこの無償化手続きは停止、私はあもう適用はやめると政府は判断をすべきだと思いますが、いかがですか。長山副長副官 今、外務、文科、あるいは拉致担当大臣からも発言があったわけでございますが、その発言を参考にしながら、かつ今また手元にありますが、今日午後、本会議でなされた北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案、この思いを、重さを重要に受け止めて対応させていただきたいと思っております塚田一郎君。 参考にするということなんで、松原大臣、頑張ってください、松原大臣がですね、大きな発言力を持っていただければ、私はこの状況というのは、間違いなくこの無償化はないというふうになると思っておりますので、改めてこの問題について、松原大臣の決意をお聞かせください松原国務大臣、えーあの、政府全体として、この件は適切に判断されることになりますが、 本件は閣議にかかる事項ではありませんが、政府として判断される際には私も意見を述べさせていただきたいと思っております。塚田一郎君、はいあの。松原大臣とは同志として、ね、拉致議連で何度も同じ行動をとってまいりました、期待をしておりますということを最後に申し上げます、えー、もう時間が少し残りわずかになりましたので、先ほどまあ追加制裁のお話もあったんですが、えー、今朝も救う会、えー、家族会からファックスを頂戴をいたしました。 ミサイル発射を受けて北朝鮮へ送金と現金持ち出しの全面禁止すべての在日朝鮮人への北朝鮮を渡航先とする再入国不許可という実効性のある制裁を発動すべきであるというふうに文言が書かれておりました改めて、まあ、先ほどいろいろお話があったわけでありますけれども少なくとも再入国の不許可についてはですね 朝鮮総連副議長に拡大をすべき等の具体的な追加制裁を取るべきだと考えます、松原大臣、いかがですか松原国務大臣、先ほどもご答弁申し上げましたように、13日の閣僚校において、私個人はですね、こういった北朝鮮が飛翔体発射した、とミサイルと思われる飛翔体発射したことを受けてですね、 追加制裁を発動するべきであるということをあえて申し上げたところでありますが最終的には内閣全体で判断することというふうふに理解しておりますまたその判断したときにはさまざまなメニューも議論されると思っておりますがこ内閣全体で議論することと認識をいたしております塚田一郎君あの山谷大臣の質問に関して先ほど外務大臣からお話があったんですが手元の資料だと2009年は安保理決議第1 1874号というふうな資料があるんですがその点確認できたらご答えください現場外務大臣あのですね、えー、2009年の話で言えば4月の5日に人工衛星が打ち上げ、えー、があって4月の13日に議長声明5月の25日に核実験が実施され6月12日に決議1874 そしてミサイル7発発射が7月4日、7月6日に議長によるプレス向け発言と、ここうういうことになってます塚田一郎君あの間違いだったらあれですが、先ほど2009年は決議じゃないと外務大臣がご発言をされたように伺ったので、その点の訂正をお願いしてるいやいや、今外務大臣訂正する必要はなくて、先ほどもあの申し上げましたけれども、 人工衛星、いわゆる人工衛星と称するミサイルが打ち上げられて、その後、安保理での対話は議長声明だったんです、そしてその核実験が行われて決議があったということで、先ほど私、そう言ったはずです塚君、はい、分かりました、その点はあの、まあ、ちょっと話の噛み合わなかった点があったかもしれません、もう時間になりましたので、まあ、今日これで終わらせていただきますけれども、まあ、非常にあの大事なああ今局面に来ておりますし、 どうも昨日あたりの報道を見ているとです、ね、北朝鮮もかなり慌てていろいろなことをしだしているようにも思います、新たな軍事パレードで長距離ミサイルも公開をされたりしているわけでありまして非常にこれからも重要な局面が来ると思います、核実験もやる可能性が高いと思いますので引き続きしっかりとした対応をお願いして今日の質問を終わります。ありがとうございました